なんか僕ベストキッドっていう映画が好きなんですよ、カンフーの。でそれをみのくんに喋ってて、あの人たちって窓吹かされたり雑巾掛けしてたりしてて、いつの間にかそれが憲法の練習になってて、いつの間にか強くなってるみたいな。でみのくんの元に来た人はみんな鳥になる練習ばっかさせられて、サーフィンの練習は一切ないみたいな感じで、ツチノコ荘に来たらみんな鳥の研究をし始めた。鳥と掃除させられる。鳥と掃除さ始めて鳥と共に。で図書館に行って鳥の図鑑で鳥を調べたり、でみんなそのうちなんで僕らはサーフィンを練習しに来たのに鳥の練習ばっかさせられるんだって言って、ある日そのバチバチでこうやってサーフィンの大会に出てるこのキッズと海で会ったら、もう全然違うリズムでいつの間にか波に乗れてたと。これがあの練習してた成果だったんだみたいな感じを僕が今思ってこう鳥になってるんですけど、それを宗男君に言ったら、宗男君もその映画をチョイスして見せてたんですよね、子供たちに。子供たちにこの学校の一番最初の授業でベストキッドを夜見る、やばくないですか、セルさんこの話。いやそう、ベストキッドを見る。そうで、それを魅力に話したら、あ、じゃあこれ僕は今鳥を飛ぶ練習ばっかりしてるけど、実は僕もいつもなんかベストキッドの世界に入ってたみたいな感じになってて、いやなんかもう本当に映画の世界ですね、この、ね、練習方法は。でみんなあの黄色い手袋の人はいつも鳥の練習してるけど、何を探してるんだ、上と天と地のパワーの、天から降るものと地から突き上げるものの真ん中の無重力を突き抜けるわけです。突き抜けるために僕らは鳥になる練習をしてるんだ。右の翼は右翼、左の翼は左翼、どっちも翼を持ってて、ここに右翼左翼の羽がつけてあって、ここに無重力っていう書いてある T シャツを作るっていう話をしたんですけど、右翼左翼、右翼左翼無重力、右翼も左翼もちょうど真ん中のバランスでちゃんとお互い飛ばないと飛行できないよ、お互いの羽を取り合ってるんじゃない。見たことない場所へ、見たことない自分、会いに行く、それが旅に出る意味、迷った時は魂が揺さぶる方へ、大丈夫だよ、その道はつながっているから、ことばかりじゃない。だけど僕はこの道を歩いてゆく。寄せて返すこの波のように。
明日とつながっていたいから、自然に読みを任せ歩き出してみたんだ。人生は美しいことばかりさ。この道を歩いていく、寄せて返す、この波のように人生を、人生をただ歩いて。いいですね。Yeah.